はい、ゴリタちゃん、有馬、伊藤さん。うん。いいよね、別にゴリタちゃんは。ゴリゴリの立場のアンチですよね。それで侵害だとかやめてや。どう見てもゴリゴリの立場のアンチですよ、有馬哲夫さんは。他にもいるけど、ゴリタちゃん。うん。うん。ゴリタちゃんって侮辱されたとか言わんといてや。まあ、言うんやったら訴えてきたらいいけどさ。まあ、それはいいんやけどさ。その、ゴリタちゃん、有馬さんがさ、大津彩香さんが、なんか、ポスターできましたみたいな感じでさ言ってて、それに公約なんかは何になってるんですか、 NHK に対してはどういうポジション取るんですか、単に知らないので。うん、この有馬さんな、うん、ゴリタちゃんなんやけど、うん、立花さんとはもうゴリゴリのアンチなんやけど、 NHK の改革はせなあかんなって言ってる人でもあんねん。うん、今一瞬戸惑ったの。そうそう、アンチなのにと思ったの。立花アンチであるけど、この人はこの人なりに、うん、NHK の改革はしなあかんっていう、思ってる人なんよ。うんうん、その違いだったら協力すればいいのにと思うけどな。なんでそのアンチになってるのか俺はよくわからへんねんけど、どういう、うん、どうやらそういうことらしいねんか。うんうん、でさ、それでそれに対して大津彩香様が、うん、有馬先生、ご無沙汰しております。NHK については、グループ全体を含めた、公開格受信料制度の見直し、ネットの受信料反対を訴えていきたいと考えております。引き続きご指導のほどお願いしますって言ってるけどさ。うん。ええ顔すんなよ。その場限りのええ顔すんなよ。あ、アンさん、えらい有馬先生にはええ顔しはるんですなって、京都のおばはんに嫌み言われてた、お前、そんな。マジで京都のおばはん出てくるぞ。おなじみのよ。アンさん、有馬先生には随分話合わせはるんどすなって言われるぞ、お前。お前、そんなこと一言も言うてなかったよ。これは17日やろ。だからさ、で、公約にもさ、NHK がどうのこうのなんて、NHK の A の字も出てこないんだよっけ。なあ、うん。デジも知ってるよね。うん、なんで急にこのゴリタちゃん有馬にさ、なんか NHK のこと突っ込まれてさ、やりまーすって言ってんの急に。なあ。ほんで、これ、有馬哲夫が言ってんのは10月15日やろ、うん、で、演説の第一声がさ、16日やろ、うん、NHK のことなんて一言も言ってなかったで。うん、知ってるやんな。はい。で、その別の、次の日なんかその日なんか知らんけど、別の人が撮った動画を見たけど、うん、一言も言ってなかったで。嘘つくな。いや、別にこの選挙の時には言うつもりないですけど、やろうと思ってるつもりはありますよ。だから、そう、お前言えや。だって公約はどうなってますかって聞いてるんだから。公約には入ってませんって言えや。うん、でも考えていければ、でもそれとは別にやっていきますとかってわけですよ。話をそらすなよ。話そらしてるよね、これね。なんかようわからないですけど。あ、すごいな。その場限り、なんかあれなんですか、その有馬さんにやりませんって言えない理由でも、 NHK のことはやりませんって言えないんですか。山田さんに突っ込まれてそんな言われて。山田さんもだから、そこだけはやってくれって言ったからね。その NHK のことだけはやってもらわないと困るんですよ的なこと言ってたからね。おっさん、だってそれでできた党なんやから、うん、NHK をなんとかするっていうのは、 NHK をぶっ壊すで票を得たのでできたんやから、だからやれや。どうすんねん、だから実際によ。立花さんとこみたいにコールセンターとか作ったりすんのっけ、その、なんか実際になんか、また集金人が復活してきたらしいっていう噂を聞いたんやけどさ、なんか、集金人が復活してきたっていうのは、なんか、異世界ファンタジーっぽいよね。今思ったんやけどさ、何か一度は絶滅させた集金人が、また復活してるそうだぞ、とか、ね。とか言って、集金人か、まあ、あれは、あそこの NHK の、トップが変わったからだろうな。またそれで集金人を復活させる儀式を、まあ、ええわそんな。ファンタジーはいいね、それこそさ。それはええとして、なんだろう、そっちのファンタジーには惹かれなかったよ今。惹かれなかった。惹かれなかったよ。 NHK の集金人も復活してる、それをなんとかなんとかする姿勢が何にも見えないよね。なんか一応さ、俺もさ、現場にいた時はさ、リスナーのチャット読むのに必死やったからあんまり聞いてなかったけど、上の空で聞いてた部分があるけどさ、NHK のこと言ってた人なんか誰もいなかったし、結局何がしたいか全然わからないんですけど、裏がね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 、
裏金ってそんな問題かな。でもそう、もう頼ってるよね、ほんま。別に NHK の裏金もあれパーティーやってその収入を記載せえへんだけなんやろ、まあ、だけなんやろって言うとあれやけどさ、まあそれは問題は問題やけどさ、そんなめちゃめちゃ悪事かそれ、ほんまに。ただパーティーでお金集めること自体は問題ないし、それを、まあ、記載、そうか。それやってること自体が別にそんな悪いことでもないからな。パーティーやってお金集めることは、まあ、意見の違いはあるにせよ別に問題ないわけだから、うん、そんなことよりさ、そもそもさ、うん、悪いことやってるやつが何言ってんのって感じだしな。債権者に支払い義務があるのに、うん、金利を払う義務があるのに払わない、うん、で従業員にお金を払わなければならない義務があるのに払わない、で有権者の声に応えるために、うん、まあ、NHK の問題をやらなければならないのに、この今みたいに口ばっかりで何もしない、うん、それは明らかに悪行やと思うんですけどね、うん、NHK ちゃんは自民党の裏金の問題なんて大津彩香さんがやってることに比べたら子供のいたずら以下のレベルに感じるのは私だけでしょうかね。マジで、いやほんまに何が問題か分からへんやん俺。自民党の裏金、ほんまに自民党の裏金問題が、うん、そんな問題なんやったら、なんかそう問題って分かるように説明してほしいんか俺。マジで自民党の裏金問題が今問題になってますよね。だから何がどう問題か俺は聞きたいね。うん、マジで俺ピンと来てないんですよ、ほんまに。いろんな党が言ってますよね、それ言ってるけど、まあ左翼系ばっかりやけどな、そんなこと言って言ってるさ、その左翼系でおなじみのさ、令和新選組の大石あき子もさ、うんうんうん、まあ、パーティーではないにせよさ、何か記載漏れがあってさ、うん、私裏金じゃんって突っ込まれてるわけよ、うん、いや私の記載漏れは記載漏れなだけですとか言ってるわけ。だから私の記載漏れ、記載漏れ、作らへんで言うたけど、あなたの記載漏れ、悪い記載漏れやろ。何がちゃうねんや。便利な歌。だから大石あき子は、だから自民党の裏金について、裏金だって言うから、うん、じゃあお前も裏金じゃんって突っ込まれただけだからな。別に黙っときゃさ、うんうん、別にどうってこと、記載漏れで済んだのにな。そんなこと言ったら自民党の裏金って言われてるやつも記載漏れやからな。何が違うんですかっていうだけの話やし、何なんですかっていう。そんなこと言ったら大津彩香さんのさ、収支報告書も手だけどさ、うん、怪しいとこいっぱいやったやんけ。アップルハウスのなんか預かり金のことも全然何も言ってなかったよね。うん、なんか自民党の裏金とか言ってさ、そんなことばかりで、うん。どういうことやん。アップルハウス、みんな聞きたいのはアップルハウスの話やんけ。アップルハウスの裏、うん、預かり金のことを聞きたいねんけ。うん。でもそれをだから山田さんが聞いてたのに何も答えずやろ。アップルハウスのことまで聞いてたかどうか知らんけどさ、山田さんがさ、そのみんなが聞きたいことを代表して質問してんのにさ、ストーカー呼ばわりですからね。うん。最終的に、あなたストーカーじゃないみたいな。だからさ、ある意味見れたんや、俺。真の彩香様は。だから山田さんに向かってさ、あなたストーカーじゃない、こういつもの半笑い、うんうんうん、出た半笑いでもさ、これこの半笑いとか思って生半笑い見たよ。いいなぁ。いいなぁ。あこれやとで、今数の彩香様が出たと思って嬉しかったです。いいなぁ師匠。いいなぁ。いいなかいいなぁ、まあ、それはちょっとあーってちょっと感慨深かったよ、うんうん、まあ何がストーカーなんか分かりませんけどね、うん、何でもストーカー言い過ぎ。まあなんせね、NHK のことまあどう見てもやる気ないと思われるんですけど、うん、やる気あるんやったら言ってる、公約に入れてるもんな。公約に入れてないってことはやる気ないっていうふうにしか思えないので、その有馬さんにその言い顔したいのは何なんですかっていうことで締めくくっておきます。以上です。はーい。